チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いですね。はい、コーズです。はい、今回はね、ドラゴンボールではないんですけれども、今回はナルトをご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、メイドトレショップ。ナルト疾風伝波風湊斗4代目火影ですね、はい、こちらをね、開封したいと思います。はい、はい、ということでね、開封しました。はい、まあ、とりあえず横見てください。はい、かっこいいね、この疾走感で、このイケメン度、いいね。このマントがね、こうたなびいてるこの躍動感っていうのはいいよね。で、実際、はい、こういう感じですね。で、台座がね、すごいかっこよさのそうなんだよね。なのでね、これをちょっとね、早速開封して実際見てみましょう。はい、開封してみました。はい、こちらですね。はい、波風湊斗、いや、イケメンだな、ほんと超イケメン、すげー。4代目火影、かっこいいね。ナルトの父ちゃんですからね、かっこいいわ、すっごいかっこいいわ。で、これもかっこいいけど、台座がかっこいいのかな。台座が超かっこいい。波風湊斗、もう火影のね、感じが出てますね。台座にね、グラデーションで、いやー、これ台座がめっちゃかっこいいな。実際ね、ちょっと立ててみようか。はい、こう付け終わりますとね、こういう感じでかなり前傾姿勢になりますね。かっこいい。はい、ちゃんと支柱があってね、こうね、倒れないようになってますね。はい、横向くとこういう感じ。いや、台座と合わせるとかっこいいね。いや、すっごい、このシリーズほんと出来がいいよね。うん、この角度とかすごいね。後ろの火影が書いてあってね、台座と合ってるよ。ほんとすごいな、4代目火影。黄色い閃光、はい、かっこいいな。うん、素晴らしい。これはいいですよ。はい、まあ、ということでね、今回は、波風湊斗、開封しました。はい、この後は何か買ってたかな、まあ、一応ね、ナルト関係、また追加次第、アップさせていただきます。まあ、ナルトもね、ほんと、好きな、漫画なんでね。まあ、今、ボルトやってるんですよね、ナルトの子供のボルト、はい、それで結構またフィギュア化されていくんじゃないですかね。うん、一回終わったと思ったんですけどね。うん、まあ
海外の人に結構やっぱ人気があるみたいなんでね、ナルトシリーズは。はい、てな感じで、今回はね、久しぶりに、ドラゴンボール以外のフィギュアということでね、ナルト波風湊4代目放課芸、はい、こちらのねメガドルショップ GEM シリーズですね、開封しました。まあ、今後もね、ナルトフィギュア紹介していきたいと思いますので、気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではこれにてご視聴どうもありがとうございました。